月曜日って憂鬱だよね。だるい。ああ、めんどい。だるい。どうしたの、ゲッツー。その言い方やめろっつってんだろ。すいません。なんだかさ、最近どんどんやる気なくなっていくんだよね。元からじゃん。すいません。だからさ、何でも通販で済ませちゃって、この前ウーハーイーツで昼飯頼んでみたら超楽ちんでさ。あー、わかるわ。デリバリー楽だもんね。そんで買い物もめんどいからコンビニの宅配とか頼んじゃって。わー、それはやったことないわ。そんでこの前はトイレ頼んじゃった。え、通販でおまるでも買ったの？いや、トイレ行くのめんどいからベッドまでトイレ持ってきてもらった。華麗なる火曜財閥。ごきげんよう。ごきげんよう。あら、おじさまお久しぶりですわ。やあ、火曜日ちゃん、一段と美しくなったね。あら、おじさまこそどんどん渋くなられて素敵ですわ。はあ、疲れたな。もうパーティーも飽き飽き。でもこれも火曜財閥を担う一員としての責務。でも辛いわ。とまあ週末はだいたいこんな感じよ。へえ、お嬢様も楽じゃないんだ。そうよ、あんたたち庶民にはわからないでしょうけど。嫌ならやめればいいじゃん。そうはいかないのよ。では聞くが、そのパーティーには本当にお前は必要なのか。え、お前はただのパーティーを彩る花の一つじゃないのか。大人たちにとって都合のいいマスコットなんじゃないのか。今から私の言うことを想像するのだ。月曜の朝っぱらから二度寝してパジャマのままゲームして、飯は食いたい時に食う。もちろんベッドの上でだ。髪を整えたり化粧だって必要ない。ただ欲望の赴くままに己を解放するのだ。楽しいぞ。ごっくり。素晴らしい。さあ、霊場などというつまらない鎧を脱いで己の心に問いかけるのです。ビバボンヌ、さあご一緒に。ビバボンヌ。さああなたも。ビ。え、火曜日ちゃん何してるの？違う。最新のスマホ。これ最新のスマホだぜ。高画質で映画もサクサク見れるし、写真も撮り放題。最新ゲームも楽々動くぜ。すぐ繋がるぜ。いいな、僕もスマホ欲しい。私は無理。そんなにどんどん最新機なんて買えないよ。そうね、新しいのは羨ましいけど、機種変えてもやることはメールとか SNS とかだし、あんまりやること変わらないのよね。月曜日は携帯何使ってんの？うち、i だよ。 i？ iPhone のこと？あんた変わった略し方するんだね。いや、 i モードだけど。最後まで見てくれたんだ。ついでにチャンネル登録もよろしく。